夢マップ的な感じ、みんなの。お、どうやら作ってもらったみたいで。できちゃいましたオフィスですオフィスオフィスです。オフィスです。これでちゃんと働けるかな。オフィスです。青木さんの作品もあるし、これいやお手伝いさんがね、ずっとまたいてくれるってことで、僕らも毎晩ここに来る必要はなくなったんですけども、美味しいですここのバクソはね、和田さん、美味しいです隣のなんだかよくわかんないちょっとサビれ気味のショッピングモールに吉野家ができてます。採算取れるんでしょうか。なかなか厳しそうですけど、まあ食べないですけど、なんとなくホッとするね。25,000円。じゃあ、チュース。何者かによって引き出されて、何だろう、草薙さん